こんにちは、おときゅうでございます。いつもご視聴ありがとうございます。私466号で網走行きに乗っております。まもなく終点網走に17時23分定刻に到着します。一番線には17時27分発オホーツク4号札幌行きが止まっています。この列車到着4分後に出ますので出発シーンを撮ります。また今乗っている466号では折り返し17時47分発4672で北見行きに使われますが、観光車両81番が連結されていますので、予備とまで乗って発車シーンを撮りたいと思います。